地をユピテテテルととアアンンィィオオペペサチュロロスススに噴するるゼウスとアンティオペーエロースが描かれている一説には眠れるヴィーナスとキューピッド、サチュロス。ルーブル美術館所蔵。アンティオペーはギリシア神話の女性である。長母音を省略してアンティオペとも表記される。主にの他数人が知られている。ニュクテウスの娘はエウリーピデースが悲劇。 アンティオペイを書いたが散逸した。以下に説明する。このアンティオペイは、ニュクテウスとポリクソーの娘で、ニュクテイズと姉妹。しかし家臣やアーソーポスの娘とも言われる。サチロスに変身したゼウスとの間に、双子の兄弟ゼートスとアムピオンを生んだ。アンティオペイはゼウスに愛されて身ごもったが、ニュクテウスはそれを知るとひどく怒った。 アンティオペイは父を恐れて逃げ、四季王の王、エポーペウスと結婚した。ニュクテウスは、兄弟のリュコスに、アンティオペイとエポーペウスを罰するよう頼んで自殺した。リュコスは、四季王を攻めて、エポーペウスを殺し、アンティオペイを定売に連行したが、アンティオペイは、途中のエレウテライで、双子のゼートスとアムピオーンを生んで捨てた。パウサニアスによれば、アンティオペイは、 エポーペウスにさらわれたため、ニュクテウスは、死去応ンと戦い敗北したが、ニュクテウスとエポーペウスは、共に戦争で負った傷が原因で死んだ。このため新しい死去応ンの王、ラーメド応ンは、リュコスに、アンティオペイを引き渡した。そしてアンティオペイは、ペーバイに連行される途中に、エレウテライで双子を産んだ。エレウテライには、小さな洞窟があって、 アンティオペイはそこにゼートスとアムピオーンを捨てたという。ヒュギーヌスによれば、アンティオペイは、リュコスの前妻だったがエポーペウスに怪我され、リュコスに追い出された後に、ゼウスに愛された。しかしリュコスの後妻ディルケイは、アンティオペイとリュコスの関係を疑い、アンティオペイを捕らえた。このためゼウスは、アンティオペイを逃がし、アンティオペイは、 キタイローンさんで、ゼートスとアムピーオーンを生んだという。囚われたアンティオペーは、リュコスト・ディルケイに虐待されたが、ある時ローから逃げ出し、子供たちのところに来て、助けを求めた。二人は、アンティオペーが母だと知り、リュコスト・ディルケイを殺し、定媒の王となった。エウリーピネースの悲劇によれば、アンティオペーを虐待したのは、ディルケイで、逃げ出すことができたアンティオペイは、 自分の子供たちのところに来て、助けを求めたが、ゼートスは彼女を受け入れなかった。そしてアンティオペイは、ディオニューソスの祭りをするためにやってきたディルケイに、発見され、連れて行かれた。しかしゼートスとアムピオオンを育てた羊飼いは二人に、彼女が母親だと教えたので、二人は後を追いかけて、アンティオペイを救い、ディルケイを牛に繋いで殺した。 しかしディルケイを殺されたディオニューソスは怒って、アンティオペイを狂気させた。アンティオペイは、ギリシア中を放浪したが、シーシュポスの孫のポーコスに癒され、妻となった。ポーキスのティトレアには、アンティオペイとポーコスの墓があったという。バルトロメウス・スプランヘルの作品では、ワシが描かれており、サチュロスに変身したユーピッテルであることがわかる。ウィーン、美術史博物館所蔵。 アンティオペは西洋絵画では人気のあった題材でオウィディウスの変身物語に基づいてサチュロスに変身したユーピテルと共に描かれた。これらの作品はユーピテルとアンティオペと呼ばれ特にコレッチョの作品が有名である。しかしコレッチョを含むいくつかの作品について別の主題を描いたものではないかという疑いが持たれている。それらの作品では アンティオペイは眠った姿で描かれているが、現存する文献からは、ユーピテルがアンティオペイのところにやってきた時に、彼女が眠っていたとする伝承は確認できない。さらにユーピテルの象徴であるワシが描かれていないことが、問題を難しくしている。そこで解説書では、どちらの題名も述べられていることが多い。アンティオペイとテイセウス。このアンティオペイは、アマゾンの女王である。 アレースとオトレーレイの娘でヒッポリュテート姉妹。アテーナよテイセウスとの間にヒッポリュトスを生んだ。アンティオペーはヘイラクレースがヒッポリュテーの帯を得るためにアマゾーンの国を訪れた時、同行していたテイセウスにさらわれた。アマゾーンたちはアテーナに遠征し、アンティオペーを助けようとしたがテイセウスに敗れた。アンティオペイはテイセウスの妻となりヒッポリュトスを産んだが、 あとにテイセウスは、クレータ島のオーミーノースの娘、パイドラーと結婚した。このためアンティオペイは、アマゾーンを率いて、結婚式を襲ったが、結婚式の出席者たちは扉を閉めてアンティオペイ、たちを殺したとも、テイセウスに殺されたとも、あるいはヘーラクレースに殺されたとも、またあるいはモルパディアーに殺されたとも言う。プルタルコスによれば、ピロコロスなどの人々は、 アンティオペイはヘイラクレースに同行した報酬としてテイセウスに与えられたが、アンティオペイはテイセウスに公用して自らヘイラクレースに降伏したとも言われる。しかし、レーロスのペレキューデースやヘッラニコス、ヘイロドトスなどは、テイセウスはヘイラクレースの後にアマゾーンに遠征し、アンティオペイを捕虜にした。ビオンによれば、テイセウスは贈り物を持ってきたアンティオペイを騙して、船に乗らせ、 出港したという。メネクラティスによるとテイセウスとアンティオペーはビートューニアの二階屋に一時滞在した。この時、テイセウスの部下のソロエースはアンティオペーに恋をしたが、そのことをソロエースの友人がアンティオペーに伝えると、アンティオペーはこれを拒絶した。アンティオペーはそのことをテイセウスに告げなかったが、ソロエースは絶望して川に身を投げた。プルタルコスによれば、 アンティオペイをさらわれたアマゾーンはアテーナイ市内に攻め込んだためテイセウスは神託に従いポボスに犠牲を捧げてアマゾーンと戦ったアンティオペイは密かに傷ついたアマゾーンたちをカルキスに運んで世話し死んだ者たちをアマゾネオンに葬ったありがとうございます